ユーロスターは英仏海峡トンネルを通ってイギリスと大陸ヨーロッパとを結ぶ国際列車である。ロンドンとフランスのリール、パリ及びベルギーのブルッセルとの間で運行されており、最高速度時速3 0 0トルの高速鉄道となっている。2018年4月4日よりロンドン初の1日日本のみブルッセルから オランダのアムステルダムまで直通運転が開始された。列車は英仏海峡を横断し、イギリス、フランス、ベルギー各国内の高速路線を使用する。ユーロトンネルの開通と同年1994年11月14日に開業した。イギリス側の始発駅は現在、ロンドンのセントパンクラス駅である。当初イギリス国内は在来線を走行し、 始発着駅にウォータールー駅を使用していた。この在来線区間は第3機上方式が採用されており、速度に劣る上にトンネル内で終電装置の切り替えが発生していた。しかしながら2007年11月、イギリス国内の高速新線 HS1 が開業したことによって、それらの事情は解消。ロンドンと大陸の所要時間は数十分程度短縮された。 ユーロスターの車両は3カ国を直通運転するための様々な工夫がされている。例えば電源は各国の高速新専用とイギリスの在来線区間用に加えてベルギー在来専用も備えた3電源対応で、さらに一部車両はフランス在来専用にも対応している。1994年の開業時に投入された車両は フランスの高速鉄道車両である TGV をベースとしたもので、イギリス国鉄のトップスにより373型の形式が付与されている。フランス、イギリス、ベルギーの3カ国で共同開発された。3000番台は英国、3100番台はベルギー、3200番台はフランスが所有する。三千二百番台のうち編成は TGV として、 パリリール間の短距離区間で使用されている。また3300番台の7編成は将来のイングランド北部、スコットランド方面への乗り入れに備えて2005年12月まで英国のナーがリース契約で借り受け、車色オーナーのコーポレートカラーであるダークブラウンに変更し、ロンドンのキングスクロス、リーズ、洋区間を実験的に営業運転を行っていた。しかし、 航空機との競争等による採算性の問題から延伸は中止となり、現在はロンドン、ストラトフォードにあるテンプルミルズ車両基地にて一時的に保管されている。また、増結用信頼車として製造されたナイトスターは、結局のところ一度も営業運転で使われることはなく、カナダのビア鉄道に売却された。2010年10月7日に、 ユーロスターの次世代車両として、ドイツシーメンス社のベラロが競争入札の結果導入されることが発表された。トップスによる車両形式は374型で、相性はユーロスター E320 となる。これに対しフランスはユーロスターインターナショナル社の最大株主がフランス国鉄であることや、これまで自国のアルストム社の車両を導入してきたことから、 不快感を示している。リール・ユーロップ駅のユーロスター・ユーロスターの市場シェアと定時運行率、ユーロスターの定時運行率は年によって変動するが2007年は91.5%であった。1994年の運行開始以来、航空輸送からのシェアを徐々に獲得し優位な立場に立っている。2007年はロンドン・パリ間で71%、 ロンドンブリュッセル間では65%と運行開始以来最も高いシェアを獲得している。しかしながら1996年にロンドンコンティネンタルレールウェイズが予測した2004年までの旅客数2140万人には遠く及ばず2004年実績では730万人にとどまっており2010年までに年間1000万人という旅客数目標を掲げていた。 2010年の旅客数は950万人と目標にはわずかに及ばなかったものの旅客数は年々着実に増加しており2012年には旅客数が990万人となり大台の1000万人が目前に迫り2013年にはついに達した1995年以降の推定旅客数の推移ありがとうございます